はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、フィッシャーチャージというね、最強カードがやっと3枚になりましたんで、これの使っていこうかなと思っております。これ最近トレーダーに追加されまして、今までは本当カジキくんのレベルアップ報酬しかなかったんですけども、上白龍河のレベルアップ報酬と、トレーダーに、これ絶対忘れてたのみたいな感じのカードなんですけど、これ追加されましたんで、これで3枚ゲットできると。でこのカードね、書いてることは結構強いんですよね。自分のフィールド上の魚づくモンスター1体をリリースして、フィールド上のカードを1枚選択して破壊しながらカードを1枚ドローできる、まあデュアルスパークみたいな感じですね。使い方としては魚族版のデュアルスパークみたいな、ああいう感じなんですよ。でどうやって使っていくかっていうと、まあ、魚族がなんかいっぱい並ぶデッキであれば別に何でもいいんですけど、一番相性がいいのは、これ結構有名なんですがね、このね、バハムートシャークっていうね、このモンスター。水属性レベル4で作れて、こいつ、オーバーレイユニットを一つ使うと、水属性のエクシーズモンスター、ランク3以下もね、を出せると、特殊感できると。まあ、この効果使うと殴れなくなるっていう効果あるんですけども、このバハムートシャークさんで、これとか出してくれるんですよね。先行母艦、エアロシャーク。こいつ、魚族なんですよ、この人。なんで、コストになれる。まあ、要するに、例えばカッターシャーク1枚ちょっとなんですけども、これ1枚でランク4が立てれますよと。でバハムートシャーク出してきて、バハムートシャークが1枚増やすんで魚族を。なので、実質このフィッシャーチャージのコストがこれで供給できるっていうことなんですね。だから、今日は、1枚ちょっとのカードめっちゃ入れてまして、プリンセスとか、カッターシャークとか、ディーバとかこの辺のカードたちで、横に並べてモンスターをで横に並べた上で、まあ、サメの領域も使って、まあ、もちろん深淵も出していますけども、深淵出せなくても、バハムードシャークからの、エアロシャーク でエアロシャークをコストにフィッシャーチャージ打っていくっていう感じですね。であとはまあなんか何でもいいんだけど、この魔法トラップのゾーンは青眼とかが多ければ禁じられた清掃とか、コズミックサイクロンとかが強いと思うんですけども、なんかね、本当にサンドラとオノマトが結構多くて今なんか環境にね、なんでなんかバックないんですよあいつらほぼ。だからなんかあんまり清掃とかコズミックサイクロンが刺さらないことが多いので、なんで今回はちょっとモンスターに強めに出れるようにね、デモンチェーンとか月の書とかはエノエコンとかを、まあ、積んでるという感じですね。ドキュー部隊とかも試しましたけど、ちょっとフィッシャーチャージとコスト被るしちょっと重いなと思ったんで、まあ、これフィッシャーチャージだけはコストいるけど、あとはコストいらないカード、まあ、エネコンはコストいるけど、まあ、この辺のカードはコストいらないカードにしましたっていう、そんな感じですね。早速ね、バハムートシャークの圧倒的性能を見せていきたいなと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、進化した最強ドラゴン、いやー西岸いねえと思ったんだけど、なんかできたな急に。なんかね、今4連続でオノマトに当たりましてですね、ちょっと眼内してみましたところ、コズミックサイクロンとか清掃とかマジで何も効かないっていう言い方あれだけど、あまり効かないんですよね、あの人たちね、バックがあんまりないから。まあ、清掃は一応こっち側のモンスターは守れるみたいな利点はありますけども。さあとりあえずはバハムートシャークを出していく。バハムートシャークっていうモンスターは皆さんめっちゃ強いんでね、これまあ1枚か2枚はゲットしておいてほしいっていうか、これあれか、こっちの方がいいか、こうしてこっちの方がいいか。バーボットシャークは持ち帰るっていう、ほんとノーコストで相手のカードを1回なんか無効にできるよみたいなモンスターがいるんですよ。それをね出せるんでね、バハムートシャークはですね1枚は取って置いてほしいカードではありますね、正直。まあでもどうせサイロクとか来るかね、全然関係ない話ですけど、最近リンクスマジで規制やばすぎて誰も課金してないっていう話がありましてマジで売り上げ落ちてる説っていうのも結構あるんですよね。リンクスって OCG と違ってめちゃくちゃむずいじゃないですか。なんだろう、かけたお金を回収するっていうか、売れねえしカードで、なんか課金したの返ってこないしね、リミット結構。これはもう裏破壊したの勝ちだ。はいはい、これ最強、はい最強でした、最強、あと殴って勝ちです。フィッシャーチャージマジで強えわ、雑談して勝てるもん。さあお相手の方、デュエル、デュエル、ヘルカイザー亮君、手札結構事故ってるけどごめんこういう反動は結構あるんですよね。初動札、お勝ったか、初動札がねちょっと足りないんですよね。7枚なんでね、7枚だと何パーセントだ、7枚だとデッキ20枚、手札が4枚、
て、あーサイバーか、オッケー。7枚1枚以上取ろう。85% ですね。だから 15% 来ないっていう初動札がっていうことがあるんで、まあ、これはしょうがないなといったところ。フィッシャーチャージの効果でさすがに後ろ割っていこう。まずはなあ、オーバーフローでもまあ打たれるよりはマシ。あ、オッケー。ドローしたカード弱い。ドローしたカード弱っドローしたカード弱っ。フュージョンサポートか。オッケーオッケー。まあでもオーバーフロー打たれなかっただけマシですね、これは。はい。で、これで一番初動カード引くと、引けないと。引けないと。いやー、そんな遅延カードいっぱい来ても困るんだよな。そんなに遅延カードいっぱい来る。これ横にしとくしかないか。で、1600では抜けないんで、まあ多分、ランページかなんかぶち込んでくると思うんですけども、まあランページはデモンの遅延で、ぶちかませばいいんで、まあ、コア、これ止めちゃえばいいんじゃない？コア。これ融合内説、相手。さすがにあるかな。融合内説みたいな。そんなわけないか。まあでもね、ランページ、月の書もありますしね。デモン遅延もう一枚あるんで、まあ、なんとかなるでしょう。ここ止めるかどうかは意味わかんなかった。まあ、止めなくてよかったか、今。出てきたランページ止めろっていう話あんだ。ちょっとね、今のソロだったかもしれない。今のプレイングは。結構ね、僕あっちの方もソロなんですけどね、プレイングもソロなんですよね、割と。なんで結構すぐ出ちゃうっていうのはあるんですけど。さあ、相手何してくるんでしょうか。まあ、多分なんか融合を引いてる間なんだろうな、これ。オーバーロードフュージョンか。なるほど。オバロね。オバロしてからサイバーロード強いもんですよ。オバロで一回バック踏んでから、サイバーロードするのめっちゃ強いんで。オーバーロードは結構強いですね、今ね。さあ、決まりでクランペジドラゴンの効果で、伏線2枚割ってこようとするが、その効果をしっかりと、デモンチェーンでぶち込んで止めていく。さあ、まずはデモンチェーンで止めていく。遅延行為をしていく。これさ、俺耐えれんのかな。これ次のターンも俺遅延カードだったらどうしよう。さあ、決まりでクランペジドラゴンの効果はさ、無効になっていく。オーケー。さあ、サイバーロードかなんかあるかな。結構相手も、ムカついてると思いますよ。相手も結構ムカついてると思う。さあ、サイバー流奥義来た。サイバー流奥義来た。さあ、サイバー流奥義来た。からのサイバーロードフュージョン来た。やっべ、サイバーロードフュージョン来た。サイバーロードフュージョン来た。え、これでも一回効果使ってっから、これデモンズチェーンでさ、もう一回使えるってことないっすね。ちょっと最低わかんねえ。これさ、今縛りつけてるデモンズチェーン割ったら次の、後ろの方の、あ、でも相手しか殴れねえか。今出てきたやつしか殴れねえわ。大丈夫だ、このターンは知らねえ。で、月の書効果、ヒュラテクランページを裏にしていく。はい。で、全遅延カードを吐かされた。全遅延カードを吐かされました、リュウ選手。大丈夫でしょうか。さあ、バトルフェイズ怒られない。よし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 、頼む、初動カード引いてくれ。いやー、いけるか。いけるわ、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 いける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 。何なら強い、何なら強いわ。これはさすがに遅延か。こうして、で、ま、こうですね。で、これで両方モンスター処理しとけば、まあ、そんなにヤバいことは起きないでしょう。さあ、真剣に潜むものを、出してからの、これでバック殴って効果使って、表も破壊していくと。バック殴って重装兵の効果でランページも破壊しながらそいつもぶち壊すと。 OK、 よし返した、よし返した。事故っても諦めんな、みんな。事故っても諦めるな。一枚書道が入っていたらな、こういうことが起きる。一枚書道はデッキトップ解決ができるからな。それなんすかね、その伏せなんすかね。あ、でもオーバーフロー別にいいや。オーバーフローでもいいんだもん、別に。なんもコストねえし。なんの問題もねえ。来た、最強。さあ、一枚書道が着実に来ていく。さあ、一枚引いたら二枚になるんですよ、私は。さあ、一枚引いたら二枚になっていく。しっかりとサイレントアングラーを特殊召喚し、さあ、レベル4のサイレントアングラーと、カッターシャークで、オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。よし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 、危ない。どうなることかと思った遅延カードだけ来て。さあ、お相手の方、武藤勇樹選手、よろしくお願いします。強いです、ね、デュエル、デュエル。よし、いいぞ。これは反動は強い、結構。あとはバックがないことを祈るのみ。お、バック、お、なんだ、どうした、どうした、どうした。これでな、でもな、ワンキル取れないんですよね、カッターシャークって。これがちょっとだけ、納得いかんな。まあ、でも、いけたら強すぎるか。1枚でワンキルできたら強すぎるか、普通に。
で、これでバハムートシャーク出して、バハムートシャーク殴れないんですよね、効果使うと。これでも結構効果しんないと、これ出してぶん殴りに行くと意外と相手サレンダーしてくれるっていうのもあるんですけど、これ2枚でいいか。で、こうして、でこれで1900で殴ってくれると意外と相手サレンダーしてくんねえわ。無理か、さすがに効果読んでるかな。バハムートシャークはですね、効果使うと殴れませんっていう効果なんですけど、意外と効果知らんっていう相手。無の煉獄、やばい、怪しげな気配をしていく。怪しげな気配、極速気配ゲーンだと。くっそ、いやーでもさすがにこんな2体突破されんだろ簡単には。え、センチビット出た。センチビットじゃねえや、センチピード、インゼクターセンチピード。さあセンチピード効果、ホッパーを外すとダイレクトアタックができるようになるっていう効果。ゼクトキャリバーやばい、ゼクトキャリバーはやばい。800打点がなんかアップするやつ、800打点アップするゼクトキャリ、どんだけ剣つける、どんだけ剣つける、やばい。あ、え、